桁違いでえぐい稼ぎ、平野紫仕様、生配信で着用した、1000万円超、ダイヤ時計にネット騒然。一瞬の驚き、永遠の輝き。人々を魅了し続けるスターの世界には、時には驚愕のきらめきが舞い降りる。そのきらめきは、時計の針が示す時刻だけでなく、その手元の一瞬を輝かせる腕時計にも宿っている。本記事では、 元キングプリンスのヒラノ仕が放った一つの生配信を通じて、驚きと感動の連鎖が生まれた瞬間に迫る。小一、新たな舞台、新たな奇跡。8月14日の午後、ヒラノ仕は個人のインスタグラムに新たな一報を刻んだ。新会社飛ベの一員としての初めての単独性配信が、多くの視線を集めることとなった。ジャニーズ界を揺るがすスターが、その新たな舞台に登場した瞬間。 約36万人の目が注がれた。ショーに、驚きの共演、親友の涙。驚きと興奮は、平野の生配信を視聴する人々に新たな感動をもたらした。元 V6 の三宅健も突如として登場し、視聴者たちの驚きを楽しむと同時に、平 i へのコメントで存在感を示した。平野潮自身も、三宅の姿に気づいた瞬間、感謝の言葉を送った。二人の、親友が、 画面越しに結ぶ友情の輪は、心温まる瞬間として刻み込まれた。賞賛、1000万円の後期、超高級腕時計。生配信が進むにつれ、人々の注目は平野の手元に集中した。そこに輝くのは、世界的なジュエリーブランドによって作り出されたダイヤモンドが散りばめられた腕時計だった。その定価は、なんと1000万円を超え、その贅沢な輝きは視聴者たちを圧倒した。 一般人には遠く及ばない価値あるアイテムに驚きと簡単の声が広がった。小4、人気の影に高級志向。平野紫耀の名は、その、高級志向と共に語られる。彼のセンスが見せる高級ブランドの洗練されたファッションは、一瞬の存在感だけでなく、永遠の印象を刻み込む。過去には高級ブランドのアイテムを身にまとい、街に現れたことも話題となった。そのスタイルは、 ジャニーズジュニア時代から始まり、今も変わることなく彼の個性を輝かせている。輝きの連鎖が生む感動。一つの生配信、一つの腕時計。しかし、その中に込められた驚きと感動は、無限の輝きを放っている。平野仕様の世界は、ファンだけでなく多くの人々を魅了し続けている。高級思考の背後には、彼自身の努力と成果があり、それが世界に感動を広げている。 今後も平野の輝きは時を超えて多くの人々の心に響き続けることだろう。読者への挨拶、輝く瞬間を共に、平野紫耀の一瞬の輝きが読者の心にも響いたことでしょう。彼の世界に触れ、その輝きを共有できたことを誇りに思います。これからも彼の新たな瞬間を共に追いかけ、感動と驚きを分かち合いましょう。輝きの連鎖が永遠に続くことを信じて、